先ほど落とし前生活、あと前回の受験生に捧げるボランティア生活、だんだん分かってきてるね。ボランティア生活の話知ってるよね、はい、受験ボランティアというのは、まあ、受験に限らず、あなたが寝ることによって人に貢献してるんですよって話。三不足だこれね。いうのは儚い勉強、非常に儚いんです。勉強ってなぜ儚いか、これは簡単なことで、皆さんが勉強してもしても人間の脳は忘れるようにできてるからです。全て忘れていくということ、人間はなぜそういうようなことでできてるんだっけ。なぜ忘れるようにできてるんでしょうか。これは人間生きていく上で、もし人間が全てのものを暗記できてそれを忘れなかったらどうなるか。もう数日で頭おかしくなってパンクして、それこそ病院行くようなことになってしまう。それ、全てのものは忘れられなかったら大変だよね。悲しいことでも嬉しいことでも一気全部忘れない。朝ちょっと見かけたその辺にいっぱい、今日面白いんだよ。ここから総長とかジムここまで来るまで寝てる人が3人道でね。不思議なんだよ。あのね、駅に二段ベッドあるの知ってる。東口のところに階段の手前にこうなってこうなってとかのよ。上に一人おっさん、下に一人おっさんで、さらにすごいのはそこの間のところにこうあるじゃない、あの自転車置き場があるんだよ、有料の。あそこの自転車置き場のところにくるっと回っておっさん、すごいよ、みんな寝てる。そのことってもう忘れちゃうでしょ。そんなことって見たって。でもこれずっと1年も2年もそのおっさんの寝てるのを忘れられなかったらどうする。いや、思い出すことあるかもしれないよ。どうする。ということで、人間はそれを忘れないと生きていけないんだよ。だけども同時に勉強したことも全部忘れちゃう。困ったことが起きます。覚えたいことも覚えられない。忘れなきゃいけないので、生きていくためにね、いろんなことが忘れないったらダメでしょ。一回悲しいことあったら毎日泣くことになるでしょ。一生大変なことですよね。忘れるようにできてる。これみんな知ってるよね。エビンガースの忘却曲線、まあ、賛否両論いろいろあるんだけども、どういうことかというと、100で1日2日経つともう7、8個ぐらい忘れちゃう。1日経つと 74% 忘れる。要するに10個覚えたら7個忘れるのが1日後です。たった3つしか覚えてない、一生懸命勉強してもね。で2日後にはさらに1個忘れて8個、1週間後にはこんな感じ。でも2個ぐらい覚えてるんだ。10個やった中の2個しか覚えらんねえんだよ。人間じゃない人は覚えられるんだけども、普通の人たち脳の性質からするとこういうふうにできてる。じゃあなんで勉強してんだってこうなっちゃうんだよね。でこれを防ぐためにどうすればいいかというと、繰り返ししかないんです。いいかな。今マインドセットして覚えることは、やってることは全部忘れるよ。で繰り返すというのはどういうことかというと、一回終わったものをまた全部繰り返すことになってしまいます。だからこれは非常に非効率になってくるわけ。だから覚えてることを絶対にこれだけ押さえていくことは、絶対にメモ取るとか、ここのツールである合格完成ノート LF を使うとか、そういうことしてやるわけ。じゃあいいですか、一回ここからここまで覚える時間があったとして、こうぐーっと忘れて2日目に同じ時に思い出すためには、ここからここの量とここからこの量は違うということ。要するに1時間かかったものが40分で思い出せるということになります。で2回目はさらに短くなる。40分かかったものが20分で思い出せるということになります。覚えられるということになります。その次さらにやると、3回目は40分かかったものが、その20分かかったものが10分でできるということになります。そして人間はこんなに何回も繰り返されるってことは、なんか変だなと思うわけ。なんか、じゃあどういうことかっていうと、こんだけ繰り返されるってことは大切なことなんだなと思って、脳はこれを切り替えて、短期記憶から、そこら辺に寝てるおっさんなんかすぐ忘れちゃうでしょ。でもそれを長期記憶という箱に入れ替えるんです、頭の中で。でそれを皆さん自分自身の脳に知らせるのは、
繰り返ししかないの。繰り返ししないと脳は全部おっさんの姿と勉強は同じことなの。脳にとってみれば、俺が脳だなんて言われて、君たちと脳は別だからね。君たちが思ってることはほんのちょっとのことでも無意識っていうのがあって、それが、言うこと聞かないんです。わかる？そういうことまで分かってるわけ。じゃあどうやったら長期記憶ずっと覚えてられるかというと、繰り返すわけ。君たち名前知らない人いる？自分の名前、何の名前知ってるかというと繰り返したからです。ククできない人がいる？絶対いないよね。繰り返したからです。それだけのこと。ククをずっと繰り返してなかったら覚えてないでしょ、誰もね。同じこと、勉強というものは儚いんです。全て忘れてしまって しまうと思ってもいい。ただし繰り返しによって長期記憶の信号を送ってるの、自分に。頭の中に繰り返し繰り返し繰り返しやるから、あ、これは大切なことなんだ、長期記憶の箱に入れましょうとなるわけ。一回勉強して安心してませんか？例えば一冊、今ね、国語終わったけれども、それ一回ではほとんど忘れてしまう。これわかるよね。じゃあ忘れないようにするためにメモっておく。でも大変な量になってしまいます。だからここでの広角関数、LF アドルフを使うということ、あれを使うことによって、効率よく繰り返しができるということ。忘れないでね。特に高校生は中学の時それやってきたんだけど、今ちょっと忘れかけてるので、ただ勉強してやったつもりになっては大間違いです。勉強は儚いものです。とっても儚いものです。おっさんの顔と酔っ払いのおっさんの顔と姿と勉強は同じことだからね。言ってる意味わかる？どっちも忘れちゃうんだよって話です。だから忘れないようにするために脳に信号を送りましょう。繰り返ししかないです。繰り返すことによって、君たちが習ったことは長期記憶になって使えるようになるわけ。だからおっさんが毎日そこに寝てたら長期記憶になります。そうだよね。おっさんが毎日そこに路上に寝てたら長期記憶ですよ。繰り返してるから。大丈夫ね。はい、これをイメージしてください。一回やって満足しないことね。はい、以上です。